ちは、エスペラサ TV のナオミです。今回のエスペラサ TV は第344回目のエスペラサ TV です。それでは早速、先週末の振り返りのビデオどうぞ。倒れそうな時、もう前に進めないって感じた時、諦めようと思った。魂が願うよ。トランキオタイムという YouTuber をやっている、トップチームの古川選手 と米倉選手が、やっているものなんですけれども、エスペランサの、ビデオ、トップチームのビデオを作ってくれたので、そちらぜひ、本当に感動するのでご覧ください。どうぞ。注意が必要です、注意が必要です、注意が必要だ。失点してしまいました、エスペランサ FC。
Ave Maria, quando serás mia。スペイン語レッスンコーナー、イエーイ。今回のフレーズはこちらです。アタハ。アタハっていうのは特にキーパーに使われる、言葉になります。でこちらはセーブをしてって言われます。結構オルテガ監督もとかも言うので、アタハアラデレチャっていうのは、まあ、右でセーブしてっていうので、アタハアラヒキエラっていうのは左になりますので、ぜひキーパーの皆さん使ってみてください。今週末の予定です。今週末は U15 の高円宮杯の準決勝があります。相手はジュニオールですので、皆さんぜひ本当に熱い試合になるので、こちらぜひ応援をよろしくお願いします。そしてまた、U18 のタウンクラブカップが始まります。こちらは全国大会まで、行くことができるので、こちらもぜひ応援よろしくお願いします。その他の試合は最後にチェックしていてください。今回のスペシャル TV はここまでです。皆さん最後に見てくれてどうもありがとうございました。それではまた来週、バイバイ。ちょっと外でやろう、パッと出よう、とりあえず。お、安田。